さあ、HD、2D、ドラクエ3、そして伝説へ、公式 X からも、オルテガの旅路、こちらの詳細情報が追加となりまして、様々な情報が今回明らかとなりましたが、で、今回は、それを踏まえた上で、ユーザーがどういった反応をしているのか、そこについて今日は取り上げていきましょうか。いやーけど、ドラクエ3リメイクも、他の動画でも語りましたが、一応任天堂ダイレクト以来、約2ヶ月ぶりに、続報が出てきたと、そのような運びとなります。そこの詳しい内容について触れている動画は多分昨日一昨日の動画で、触れているかと思いますので、そちらの動画を見てくださいと。で、ここにつきましては、割愛させていただきます。そう、今回オルテガにね、フォーガスが当てられるようなエピソードも追加されておりますので、これかなりね、楽しみかなと思います。そう。まあ、今まで曖昧だったところがね、たくさんあるので、まあ、オルテガっていう人物は知っているけど、まあ逆にそのバックグラウンドってさ、ほとんど知られておらずで、まあそのバックグラウンドとか、あとその具体的に何十年も何をしていたのかとか、まあそこは本当にね、想像をするしかないと、そういった状況だったんですが、今回そこにフォーカスを当てられたようなエピソードが、まあ、結構なボリュームも踏まえて、描かれるらしいわ。これすごいよね。だからまあ本当に、当時の3で描ききることができなかったところ、そこにもですね、しっかりと、ブラッシュアップをして、で、今回フルリメイクっていう形でリリースされる運びとなりますね。だからまあ単純に主人公を中心としたストーリーではなくて、他のキャラとかにもしっかりとスポットライトが当たったような、そういったね、ストーリーに仕上がっているのかなといったところでしょうか。かなりですね、ボリューミーな内容となっておりますので、まあ個人的には、悪くはない仕上がりというか、まあなんだろう、予想以上にいい作品に仕上がっているんじゃないかなと思いました。一方で、この新情報を踏まえた上で、ユーザーはどういった反応をしているのか、そちらなんですけど、まずはこちらをご覧くださいと。まず適正が、800円。これはちょっとね、やりすぎだろう。内ミス8000円。訂正700円。後付けに後付けな上にガバガバ理論なもんやったところでな、特に意味もなく、スーパーファミコン版で蘇生したり、兜出したり、昔のノリでやってた話に必死になりすぎ。オルテガさんなんでワンピース着てるの？確かに。オルテガなんでワンピース着てるんだろうね。これは確かにね、適正価格とは単価、本数で利益が最大化するところを言うんだぞ。まあこれはもうどうでもいいわ。こいつと女主人公がムールの村で同一人物と間違えられるから、オルテガは皆口優子でないとおかしいのではないだろうか。どうなんだろう。いつになったらスゴロク城とモンスターメタル要素についての発表あるの？もしかしてない？いや、あるんじゃないかな。多分スゴロク城とモンスターメタル要素はあるんじゃないかなと思うけどね。まあその今回ですね、魔物使いって言われる、まあドラクエファンであれば、まあ割と一般的に知られているジョブかと思いますけど、まあ当時はなかったので、まあそれが新たな要素として今回追加される予定なんですが、なんかそういったところが今回絡んできそうな感じもするけどね。気合入ってるのは伝わってくるが、気合入れる方向間違ってるとも思う。この追加エピソードがプレイヤーにメリットあるものかどうかが気になる。要するに過去編ってわけだから、経験値やアイテムなどの報酬はメインの勇者一行には入らない。まあ確かにね、言われてみたら確かにそうか。だとしたら、ただお話を見せられるだけにしても、操作させられるにしても微妙であると。確かに。まあ経験値とか、そこの過程でゲットできたものって確かに主人公一行には入らない可能性が高いからさ。まあ還元されるかどうかも含めてわからないけど、まあ確かに言われてみるとそうか。はあ。結構重要な意見な感じがするな。任天堂スイッチでリメイクで100万本売れる時代だから、期待してますね、売り上げ。国民的なら余裕、ただの中高年芸なら無理、それだけです。どうせピサロと一緒やろ。ゾーマ後に、なんやかんやで仲間入りして、追加裏ダンジョン。やばすぎだろ。いやけど、この可能性もあるのかな。あそこ、都合よく、
セイレ・ルビスもおるし、あーけど、そういった展開もあるのかな、今回は。親父時代の行動で、勇者側に細かく影響あるとかなら、意味ありそうだけど、そこまで作らんだろう、確かに。気合入ったグラフィックでも、スクール感が抜けないのは草と。せっかくの PS5 でプレイするのが、半額の任天堂スイッチで同じは、存在価値なさすぎやろ。セルフでハート連打するような内容なのこれ。なんかカメラが遠くない。モールで不倫してたんじゃないのか。カメラ引きすぎで間延びした間抜けな画面に見える。フィクションの区別もつかないとかポリクレと一緒やんこいつ。スクエにたまにやるけど、任天堂スイッチと PS のパッケージ同梱で何考えてんの。それでクロスセーブならわかるけど、ハードとアカウントが紐付けされる任天堂スイッチのクソみたいな仕様上、それは絶対に不可能。普通にプラットフォームごとに出せばいいのに、こういう信者搾取するためだけの限定品出すから、また不信感高まるんだよ。ドラクエ 1&2 がストアに発表されたとあるけど、いつされた？あれ確かに。これまだされてない感じがするよな。まあ、ちょっとこの動画出る頃にはされてる可能性があるけど、確かに、ここについてはどうなってんだろう。HD2D も、そのフォロワーゲームも、NA を強めにぼやかすの本当深いすぎると。まあどうなんだろうな、ちょっとここは何とも言えませんけど、円形を強めにぼかすか、けどまあこれはこれでありなんじゃないかな。今回のオルテガのイラスト誰が描いたの？鳥山先生っぽいイラストに感じる。一応これは当時の鳥山さんじゃないかな、すでに書いていて、それがまあ今回使用されているっていう感じじゃないかな。まあここについては誰が描いたのかは、特に発表がございませんが、どうなんだろうね。まあそういったところで、このような意見が出ておりますが、果たしてどうなんでしょうか。スイッチ版だけ未だにダウンロード版予約開始してないか知ってる。ダウンロード版販売ページでは、その機種で遊べる、括弧のと同等以下の画像を使用する必要があるからだよ。実際には遊べもしないクオリティの画像しか見せずに売ると、普通に詐欺だからね。平たく言うと、今出回ってる画像は全部スイッチでは無理な画像ってこと。これで、って思うかもしれないけど、これでなんだっていうことで、まあ確かに今までなんか明らかとなっていた画像とかスクリーンショットっていうのは、確か全部スチーム版とかじゃなかったっけ？確か注釈で書かれてますよね。だからまあ任天堂スイッチでは、このグラフィックとか、表現っていうところは再現できない可能性もあるっていうことなのかな？どうなんでしょうか？だからまあそのためダウンロード版の予約を開始していないとか、その可能性もあるんじゃないかといったことが言われております。まあどうなんだろうな。ちょっとここはわからないけど、ただそんなにね、グラフィックがいいかって言われると良くはないので、なんかそういったところも踏まえてそんなに差はないんじゃないかなと推測はしておりますけど、ただこれも別に公式がね、自ら発信したわけではないのでわかりません。ただ確かにね、ちょっと一つね、懸念点としましては、任天堂スイッチ向けかな？そう、任天堂スイッチ向けの、こちらの作品のスクリーンショットとか、あと映像が公開となっておりませんから、ちょっとそこのところが懸念点かな。まあ、とりあえずそういった状況でございます。まあ、反応的には、いろいろとね、賛否ありますけど、ただ、割と文句言ってる方が多いね。なんでこんな文句言ってるんだっていう感じですね。まあ言ってもね、なんだかんだで、こちらの記事に関しては注目度が、ナンバーワンとなっておりましたので、そういったところも踏まえたときに、話題性であったりとか期待っていうところは、少なからず今あるんじゃないかな。まあ競合するゲームがないっていうのもあるんでしょうけどね。そう、結局競合するゲームがないからな。被るゲームがないというか。まあ一応、朝栗シャドウズがね、同時期に出ますけど、まああれはあれでね、相当問題があるから、まあさすがにあれも難しいんじゃないかな、出すのは。どうなんでしょうか。はい、まあとりあえずそういったところで、今回ですね、公式 X からも、オルテガの旅路、こちらについて言及されておりましたので、
まあ、それに対するユーザーの反応について取り上げさせていただきました。ぜひ皆さんこれについてどう思いますか？率直な感想等をぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。